要件は何かな？何を教えてほしいんだね。君を取り巻く人の輪をまとめた。情勢の変化を見ていこう。今回の講義はここまでだ。ロザリス城で貴族たちも殺されたって。アナベラの取り巻き。おっと、今いいか。ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストレスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか。うん、さっきね。大学はどうした？お休み。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がローザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。わかった、わかったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらずバニソグは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ、オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をするつもりだ？くれよ。ロザリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは？この下の倉庫を私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか？他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい？私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達。必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって。
最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは三つか。任せたよ、クライブ。さて、どこから手をつければ。カローンとブラックソーンあたりに話してみるか。子供たちがいたずらを覚えて、この前なんて元気に。ジルってば青い顔をしてたわ。ああ、クライブ。ミドがカンベルから戻ってるよ。もうあったかい？ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよ、カロン。いいのさ。ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいに、また、みんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう。頼んだぞ。今日は何か。いい品が揃ってるよ。選択だ。いただくよ。いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。じゃあね。ブラックソーン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。
どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとう、ブラックソン。あとは大工か。桟橋のバードルフに話してみよう。ジロがきっとルーをやっつけてくれる。奴が。そろ昇降機も整備しないとな。残りの木材は。大将、何か用かい？ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか。任せてくれと言いたいところだが。すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。じゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとう、マーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。
待たない、アブラシア。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。そりゃどういう要件だい。なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか。ああ、行ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか。分かった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。
今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドリ伝えてやろう。覚えて、この前なんてね。ロザリスじゃ大変だったそうだな。こっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカロンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。
はい。ノースリーチの近郊で、コールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私は、ようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして、任務の続行を命じたのです。ですが、それから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えば、コールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。わかった。現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのは、ノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら、近くで留まっているはずだ。まずは、そのあたりで探してみる。ジルってば青い顔をしてたわ。メイブが入れたミドがカンベル。何の用だ？何が必要なんだ？よし、できたぜ。大事に使えよ。また来いよ。ポルガルのこと調べてるんだって。じゃあお手伝いしよっか。やあクライム。知識の積み重ねがやがて大きなものとなる。これまでの知識の断片がつながったぞ。これまでのお主の話をまとめているぞ。
金持ちの貴族どもがいなくなって。頼んだぞ。行くぞ。よっ。コール。無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。わかった、すぐに向かう。ありがとうございますシド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。あの荷馬車か。
ザルだ。助けに来た。怪我はないか？ゴブリンたちに襲われたというのに、逃げようとした跡すらないようだが。ハルジもいなくて、誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だが、お前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。なら、その命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか？ああ、ベアラーたちも。よかった。生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか？ああ。安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞ、コール。ドリスには俺からも伝えておく。子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちは、ある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか？そんなの石の剣って言えるんですか？ドリス隊長、無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣は、ベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて、俺たちじゃない。刻印を取った時に、とっくに決めてます。命を懸けて、ベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな。コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは、石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間、休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、
任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブか。そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ。何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね、クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい。俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア層を調達してきてもらえないかな。もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア層を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。助かったよ。これがエルモネア草に違いない。多めに取っておくか。
よし、これだけあれば足りそうだ。子供たちがいたずらを覚えて。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか？ああ十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる、分かってるけど、ごめんクライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は、今度は石の剣の一員として、外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも、志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？それが、覚悟だから。ああ。みんな、死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか、連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でも、それに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが、医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って応えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。
ダルメキアがロザリス城を攻めてきました。ここは歩きの方がいいか。今は無理そうだな。よし、行こう。
敵か。行くぞ。ここまでにしておくか。この村の遺体は全て埋葬しました。こんなむごいこと、もう二度と起こさせません。Hey!
今は呼ばない方がいいな。よし、行こう。行け。ありがとう、アンブロシア。
やるしかない。相変わらず得体の知れん魔物だ。